平成23年3月18日阿蘇田園空間博物館主催の企画イベント第91回阿蘇市を猿行嫁入り街道猿行が開催されました。午前10時に道の駅阿蘇を出発し、まず房中を猿きながら山下の六地蔵と年の神水源を地元案内人さんの鶴林住友さんと倉原ひろみさんの説明を聞きながら見学しました。天領にまつわるですねお話がございますので、ある日その西区の猫堂で若い人がですね散歩してて、それその水泳をしておる天領を見つけたと。その後は上西黒川地区の公民館で昼食をとりました。昼食の後は浜神社に行き、阿蘇神社の神事御前迎えを見学しました。地元の方の地域の伝統を守る気持ちはとても素晴らしいと感じました。神事を見学した後は元黒川地区にある善王寺を地元のサテライト委員の宮本秀夫さんの案内で散策しました。善王寺は阿蘇西国33箇所の観音で2番目の札所であり、朝鮮坊慶賀のお墓があります。宮本さんの案内で善王寺にまつわる長い歴史を垣間見ることができ、貴重な体験となったことでしょう。善王寺見学の後は地元の豆腐屋さん島田豆腐店にお邪魔しました。店長の心のこもった手作り豆腐を試食し、参加の皆さんも美味しいと大絶賛でした。その後も美味しいパン屋さん豆の木さんに立ち寄り、たくさんのパンをお土産に買って帰りました。これが普通さっき善王寺で宮本さんが話しとった朝鮮坊のイチョウというのはこれです。なんか木に触ると、木に触るとなんか パワースポットといいますか、それともなんか木の精をもらえるとか、なんかとても感じるそうです。アソシオサルコーツアーとなり、参加の皆さんも大満足の様子でした。